奈良時代の仏教は国家の安定を図る国家仏教であり、民間への布教は僧尼令により制限されていました。しかし政府の厳しい統制にもかかわらず、行基は民間布教と社会事業を行いました。また光明皇后は孤児・病人などのため妃殿院・施薬院を設け、聖徳天皇は藤原の仲間らの冥福を祈るため100万頭だらにを作らせました。この時代の彫刻では興福寺の阿修羅像や東大寺法華堂の日光月光菩薩像が有名です。また東大寺に残る正倉院宝庫には光明皇太后が献上した聖武天皇の遺品などが伝わっています。